パパカーニックとおてんば娘ズー。よいいよいいよ。ごめんなさい。いや確定じゃないから。押して押して、いいから押して。え、ちょっと。なんで私のせいなの。初日は5000万円のマイナスです。ひとまずこれマシマシ、マシマシ、マシマシ。絶句なんですよ。言葉が出ない。え、どうやって食べんのこれ。名前、おこんち、おこんちさん。お前よかったな、みのりに呼んでもらって。そこか。よかった、ほんとよかった。俺が呼ばなくてよかった。まあいい時間ですからね。もういい感じですね。だいぶいい感じになってますね。だってたくさん飲んだじゃないですか。焼き鳥をね食べながら。焼き鳥美味しかった。美味しかったですね。さあ今、足利駅のこちら、はい、まあ、南側ですかね。そうなんだ。はいはい。これなんだろう。高速？違うか。あの高速じゃないですか。今。元にいるんです。高速、高速、高速じゃないですか。さあ、え、なんでシカトするの。まあ、あなたはもう散々パラ飲みましたけど、もうちょっと、ま、お酒、お酒ですよ、お酒ですよ。もうちょっと地元の人にいろんな話を聞いてみようということで、そうで、こちらの、ラウンジバーというんですかね。うん。ニーナ。ニーナです。ニーナさん。ニーナさんで、はい、男性のあのバーテンの方いっぱいいらっしゃる。ちょっとお話を聞いてみましょう。暴れないでください。男性だったらこう言っても大丈夫。ある程度の関係を築いてからにしてください。どうもどうもどうも、よろしくお願いします。お願いします。さあ3軒目です。乾杯。ちょっと早いわ。乾杯。どうですか今。結構酔っ払ってますよね。いや、そうでもないです。10段階で言うとどれぐらいですか。2。嘘です。嘘です。6だと思う。いや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 、 6だよな。 6ある。 6あります。ピンポイント6だよな。俺3。俺3ぐらい。いや、じゃあ私、じゃあまあ、ヒョウさんよりは酔っ払ってると思ってもいいですよ。はい。それ何の。え、なんだろう。待ってください。うん。水割り、水割り、ハイボール。ソーダ割り。ハイボール。うん、ハイボール。です。はい。美味しい。とても美味しい。なんせ氷が美味しい。鉄の味がしない。やめろやめろ。人が悪口言うね。どうも、はじめまして。どうも、お名前は。松橋健介。お、フルネーム。健介さん。健介さん。健ちゃ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 んは何歳ですか。35です。同い年です。あれ、同いだ。あ、本当ですか。ほぼほぼ同い年。同い年の悩みなんて聞くの久しぶりだ。それすごい、ちょっと、ね、ワクワクしてたね。普通の35歳は何が悩んでるんだろう。ちょっと自分は普通じゃないから。ちょっともう腹は外れてるんで。じゃあ早速悩みを。そうですね、やっぱり最近
もちろんスロット好きなんですけども、好きなんですね、はい、打たれる、打たれるよくやるんですけども、うん、なんか最近やっててすごい面白いなっていう機種があんまりないので、2人がなんか思い出に残る機種とか、なんかやっぱりこれ面白かったよねみたいな台とかで昔を思い出して、またなんかレトロな台をやりたいなと最近そういう思考になってきたんですけど、別に今の台を進めるよりも2人が昔好きだった台かなんか思い出に残るような、これ良かったよね。いつ頃から打たれた？自分はもう本当に18ぐらいの時東京いたんですよ。お錦糸町、爆裂 AT 期大花火とか、ま、でもあそうですね、もうちょっと前技術会入世代ぐらい、ギリギリぐらい花火に、ああでも、はい、やりました。アレックス、はいはい、アレックスデビッターを教えてもらいたいぐらい、なるほどなるほど、完全同世代です。クソクソ同世代じゃん。そうですね、まああの頃で言えばやっぱりアステカとかはかなり、最近のアステカはちょっとあんまり刺さらなかった、ちょっとうーんって感じですかね。人歩いてますからね。そうだね、人歩いてでもあれも楽しみ方あるんです。あ確かに、あの液晶を一切見ないっていう、あ液晶を見ないっていう楽しみ方があるあのやっぱり連続演出になるときはちょっと思わない、まあ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 、レバーの力が入るかなっていうのはあります。花火とかはさ、今の花火、いや、今は当然やり込んでます、うん、多分同じ悩みかもしれないけど、僕だって仕事じゃなかったら、ま、ね、花火とかサンダーとか、ー今もそう、仕事でも花火ばっかり、花火ばっかりだな、なんだお前って言われるのうるせえって、ね、花火はいいんだから勝てるんだからしょうがないですよ。本当私も最近あのなんか初めてここまでって思う時が多いかもしれないですね。そうね、そういう感覚ですよね、多分。そうですね、うん、なんか負けてもいいから打ちたいとか、そうないんですよね、なんか昔は。たそこまでの機種が確かにあったっす、ね、あった。アクエリオンとか、あマサムネとか、まあ、あ推し順当てね、はい、エスパーだった頃、エスパーだった、見える、推し順が見える頃が新しいですよ。あったんですよ、つい先ほど聞いたんですけど、見えた頃があった、全然負けない頃あったんですけど、いや、 やっぱりこれからあの自分スロット好きのユーザーとして、うん、あれは誰からしてどうすればいいのかみたいな、いやもう作状態なんでね、こっちも。いやでも変わんないっすよ、多分この世代が同じなんで、絵柄が好きな絵柄とか、確かにそれあります。信頼で出たら、あ、このリール配列、あ確かにこの絵柄いいな、この気持ち持ってたら、いつか必ずこう答えてくれる台が、あ確かに出てきてくれるはず。出てこなかったらそれこそ僕はやめますから、お酒をあげますから。あ、ありがとうございます、はい、あ、ごめんなさい、最後聞いてなかった。もういいよ。まあまあ、あの長くやっていきましょう。あ、いやいやいや、すみません、ありがとうございます。たくさん勝てるといいですね。あんまりそんな話はしてなかったぞ。イエイエイ、解決したしたかな、解決した。わかんないですよ。いや、もう今はじっとしてるべきってことですよ。え、じっとしてるべき。あ、そうそうそう、ジタバタしてね。そう、じっとする、じっとして花火を打つ。じっとしながら花火を打つ、まあまあ、そうそうそう、パッションを嫌いになるぐらいだったら、ね、そう、そうですよね。さあ、それでは2人目の相談者です、はい、お名前は、まあまあハンちゃんってみんな呼んでるんで、それでハンちゃん、はい、お願いします。ハンちゃん、ハンちゃん、今年は28です、今年、はい、あ、一緒、はい、ダメじゃん、63です。もう近っ。ダメじゃん。え、63年、63年です。じゃあ63年と60年と平成元年がいった年、はい、そうですね。あ、一緒、学校ではそう、平成元年です、はい、よろしくお願いします。やった、じゃあ相談を、相談を、相談を聞いてもいいですか。その流れで振るのかと思ったら、急に、何、今何してんのか一瞬忘れちゃった。相談を聞きましょう。あ、じゃあなんか悩みがあるんだったら、どうぞ。あるから来てんだよ。
まあ仕事で多分スロットとか打つことも多いで、はい、仕事で？いや、あ、こちらがね、はい、で、その自分なんか好きでスロットとか打ったりするんですけど、休みの日に、はい、逆に休みの日は何を二人がしてるんだろうな、めちゃくちゃ寝る、え？うん、そうか、めちゃくちゃ寝るか、休みって何ですか、逆にスロット行ったりとかしないんですか、え、プライベート、行きます、行きます、全然行きます、でも朝から最近行けることが少なくなっちゃいました、その休みの日に、はい、やっぱその目覚ましをかけないで寝るっていうのは超楽しみなんで、休みの日も時間に気にせずですよね、超楽しいよね、天使置きって言うんですよ、それ天使置きっていうの、天使置きって言うんですよあれあれそうなの、そう天使置きって言うんですよ、超楽しい、天使置きって言うんですけど、天使置きできるのが最高に気持ちいいじゃないですか、 そうね、でそうすると絶対に、うん、じゃあ目覚ましかけて朝の並びとか、うん、なかなかなくなっちゃうんですよ、あ、まあね、その気持ちの緩みでね、そうなんですよ、どうしても寝ちゃう昼まで、あれなんか あらさんは恋愛相談担当、あ、そうなんだ、あ、そうなんだ、初めて知った、女性なんだ、恋愛関係の悩みがあれば即解決してくれます、あ、どうぞ、何でも同い年だし、うん、全然何でも、よく昔恋愛相談受けてたし、なんかたまにここでちょっと見られてるところはあれなんですけど、はい、黙ってスロット行ったりするわけです、休みの日に彼女と会わずに、あ、なるほど、それそういう男の人とか逆にちょっとね、あと、あの彼女さんがいるわけですよね、はい、まあまあ、はい、で、彼女さんはほとんどスロットに行ったない、まあ、全然何もやらないんで、でもやっやったことがあるのは知ってるのは知ってるんですよ、ただその休みの日に何も言わないでパッて行っちゃったりとかも、ちょっと言いづらかったりしてるってことですよね、まあそうですね、お互い休みが一緒なんで、もうそれは彼女を引き込んじゃいましょう、やるように、あ、まあ、それしかない、まあ、それしかないですよ、そうやって世の女性スロットは増えてるからね、そうですよ、そうですよ、いやいや、もう引き込むしかない、いやむしろだからとりあえずあの彼女席というのもあるじゃないですか、ペアシート、そう、まあ、懐かしいな、今あるから今あんま見ないですよね、今あんま見ないけど、まあ、いやいや、彼女席ってあれですよ、後ろにちょっとあの、フレンドチェアみたいなありますね、そうです、はいはい、そうです、あそこで、え、あの一緒に行ったことはちなみにあるんですか、うわ、一回もないです、はい、絶対連れてった方がいいですよ、いや一切やらないんで、どうしても自分がやめられないとか、その、はい、絶対にこのままずっと自分はスロットをやり続けるんだろうなと思うんだったら、はい、彼女さんを連れていくべきです、まあまあまあ、うん、まあ共通の趣味にする、うん、大丈夫ですよ、知ったら絶対みんなハマるから断言断言、大丈夫ですよ、本当に、まあでも僕もそうですね、過去の彼女みんな引き込んでる、ですよね、そう、そういうもんなんですよ、だから連れてって座らせておけばとりあえず、ペルって勝手に揃うの？あ、まあそこからですよね、最初はね、私がそうだったんで、おーそう、あ、じゃあそれで覚えたの、そうです、そうです、その時の彼に連れてかれて覚えて、次の日、内緒で行きました、一人でいや、次の日？そう、それ早い、絶対一人で行っちゃダメだよって言われた次の日に勝手に一人で行きました、それはまたなんか才能というか、なんかあったのかな、合う感じ、まあ、そうじゃなければね、今こういう感じでもないわけですからねそうですね、なんで絶対にあのもう連れてって、あの教えてほしいですね、ぜひ2人で買ってね、いいもの食べて、あ、いいですね、2人で負けて、2人でなんかしみったれたご飯食べたり、ね、それも美味しかったりします、むしろそこで逆に分かり合えない相手というか、例えばじゃあどっちかが勝ってどっちかが負けてとか、うん、なんか負けて機嫌悪くなる人とか、いや、まあいますからね、そういうなんか内面的なところも見えると思います、なるほど、裏が見える、はい、あ、それで別れたやつもいました、私、はい、なので絶対に悪いことはないと思います、まあいいかもしれない、ぜひ、はい、なんか軽い感じでちょっと一回誘ってみて、はい、分かりました、さあ、さあ3人目の相談者の方です、はい、よろしくお願いします、お名前は中村です、中村さん、はい、はい、相談
ですか。お年はちなみに35歳で5になります。あ、でも一緒なんですか。同い年。あ、多分1個下になると。1981年生まれ。そうです、そうです。同い年。あ、本当ですか。10月5日まで。あ、僕11月です。完全に同い年です ね、 ですね。また同世代の方が。なるほど。さあ、お悩みの方は。そうですね、僕結構スロットかなり打つんですけど。このお店の方は皆さん打たれるんですね。いいですね。いいですね。ただものすごいガチ勢なんですよ。ガチ勢、はい、ガチ勢。ただそのここ最近絆一辺倒じゃないですか。はいはいはい、ありますね。はい、そういうのありますよ。この状況はこう変わるのかなっていう考えとかいろいろありまして。やめてほしいですよね。まあ、そのいろんなホールが脱絆に向けて動いてはいるんですかね。うん、一応要はもう絆に6入れるとき客が来る時代は終わってると思うから、絆は大体もう2と4中間散らしておけば OK。 そうなんですよ。だって黙っててもつくんです。ただもう一機種看板って呼べる機種ができない限りは。もうここ最近だとモンハンの月下とかがすごい力入れてるとかも。一昔前の ATR ですよね。流れに身を任せて、はい、生きていっていただければ。生きていく。はい、ありがたいなと思ったのは若干酔いが冷めたって。真面目な話を。真面目な話で。ちょっと酔いが冷めて。真面目に聞いちゃって。ちょっと酔い冷めちゃったなみたいな。途中で気づいた。あれ、目が正気になってると。気づいちゃいました。気づいちゃいました。そう、はい、すいません、はい、今回はありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それでは大トリでございます。はい、来ちゃいましたね、店長さん。あ、どうもどうも。あ、どうも、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、とりあえずこちらありがとうございます。僕もせっかくやって。ごめんなさい、先に飲んでいって。いやいやいや、もう全然先にだいぶ飲んでます。ガンガン飲んでます。すいません、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 とても美味しいです。あ、ありがとうございます。ここのお酒とても美味しいです。ありがとうございます。すいません、なんかニーナさんね、ニーナさんで今クレイマーのハイボールも、うん、です。で雑。結構ハイカー雑。なんかあるんですか。悩みだ。僕は結構さっきの方たちがみんなスロット話したで、僕はじゃあ違うあれでいくから。あ、全然 OK です。彼女いないんですよ。あ、7年間ぐらい。え、7年ぐらいなんですよ、僕。まあまあまあ。え、なんか今あるんですか。おいくつですか。あ、そこ。今37です。37、30歳から。そうですね。37。そうです、37。え、本当にいないんですか。いないんですよ。だからそれなりに遊ぶ人いっぱい。え、もう、え、遊ぶ人は遊んでるからですよ、それは。いや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 、遊ぶってもあれですよ、なんか次にご飯食べ行ったりとか。本当ですか。まあ、そういう以外もあるかもしれない。あ、ないんすけど。そこ大事です。そこ大事です。いや、でも、ないです、ないです、ないです。やっぱりお客さん。本当に、本当ですか。本当に、本当に、ないんです。あの、なんか、ちょっと待って、今、キャバクラの、なんか女の子来ない人って言いますけど、大丈夫、今。ふとなんか、はーって思った。あれって思って。僕だけ気にしてる。今一番いいなと思ってる人いるんですか。今いいなと思ってる何人。そんなにはいないかったの。一番いいなと思う人は逆にね。たぶん若い頃ガンガン言ってましたよね。絶対そうだ。いや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 、もう真面目な中島って言って。たぶん、もういろんな経験してるんですよ、いろんな人って。絶対そう思います。思いました。たぶん、絞れないのは汗が異常に大体、今出会った3人とか、そのいいなと思って行くとも踏み込めないのは、あ、こいつと付き合ったらこうなるだろうなっていうのを予想できないんですよ。それで踏み込まない。いつも自分がいるフィールドで自分の有利な環境で女の人と出会っているからそうなる。あ、だからもう全く知らないところに飛び込んだ方がいいです。新しい趣味、
ちょっとでも興味あるところに一回飛び込む、はいはい、誰も知ってる人いない、はい、そこで出会っていく。どこ行きます？マチコンみたいに行った方がいいですか？マチコンはでもなんかな、まあ別に悪くはないと思いますけど、ね、行ったことないけども、僕もないんですよ、まあ、合コンみたいなのあんまり経験ないんですよね。それよりかはなんか本当に、なんだろう本当にフィールドの違うってことですよね。山登り部、ああ山登り絶対しないですよ、ね、いきなり山に登る、山登り、山登りは僕はあのどっちかといえばしないです、うん、大人の私も絶対しないタイプ、僕もしないですけど、大人のサークルみたいなのに行ってみる。大人のサークル、まあそうそう、違う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 、ハプニングバーみたいな、そういうのじゃない、それは違います。お休みを取りましょう。取ってます？まあ、一応週1回休みはあるんです。週1じゃ足りないですね、週2にしましょう。お願いします。休みください。お休みを週2にする。週2にする。結論をお願いします。いえ、お休みを週2にする。お願いします。ありがとうございます。だってお休みがあったら絶対に出会いも増えるんですよ。まあまあそうです、ね、そう、間違いなくもやれる。ああ、なるほど。そう、自分の時間が増えるんですから。自分の時間、じゃあ僕休みをもらうっていう結論に。そう、でも絶対に休みが足りてないんですよ。よろしくお願いします。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません、どうもすいません。ありがとうございます。はい。さあ、次にもう、今日もいい時間ですよ。4軒目、へい、いつも通りの渋谷さんに来てます。なぜか渋谷さん、もう見慣れてるでしょ。へい、このカサゴみたいなやつ、カサゴ、カサゴなのか、慣れてるでしょ。来てますから今日も来てるよ。じゃあみんなに乾杯して。はい、おざさせー。もうまあ大体分かってるよな。みどりはだいぶ行ってるぞ。私は正気です。私は正気です。さあ、その正気のみのりんとこっからですよ、うん、言うてもこの番組あの発する実践番組ですよ、うん、言うてもね、言うても。美味しい美味しい美味しいね、白ワイン美味しいね。明日は、明日どうする？またワインは、ちょっと待って、ちょっと待って今日は飲んでたのなかったじゃないですか。さっきあの森伊蔵ロック飲んだ時だいぶやばいなって。いや、すごい美味しかったけど、また違う味。いや、いいですね、本当に。いや、お酒っていっぱいいろんな種類あってよ。全然進まない、全然進まない。本当にあなたのおかげで全然進まない話が。本当に楽しい。一回待って。あの、いつもだったら下見するでしょ。してましたっけ。してますよ。そっか、うん、昨日あなたの下見、一人でしてもらいましたね。え、したっけな。しましたよ。別にその生徒はいませんよ。ただ初日はマイナス5000枚です。その結果を受けて今日どうするか。今日下見はできません。なぜならこんなに酔っ払ってる人はホールに入れません。どうなの。これはもうよく分かってて、なので、ただね、携帯電話ありますよね。私もあるよ、そのアプリ。これです、これです。丸の内みどり頂点さんのアプリがあります。やったー。これだからあの有機大データはこちらからみたいな、まあいろいろありますよ。あのスタッフさんのブログとかツイッターとかありますけど、有機大データはこちらからっていうのを押すと、これありますね、寝台一覧とか、パチスロ、20円スロット、まあ僕ら大体20円スロットなそうですね。これ触ると記事バーって出てきますね。これで閉店時のデータ取れるわけです。で、昼間の状況は僕ら知ってるわけですから、今のこの閉店時のこのデータと昼間の状況を合わせて考えれば、まあ、下見に匹敵する情報が手に入る。これを持って僕とみの、僕とみのり、僕が明日の狙い台とかね、その暑そうな島を決めていこうと。それは明日の朝シラフのみのりに行って、多分シラフではないと思うけど、あの副大のみのりに相談したいと思うんですけど、明日何か、今日は多分花火が全6、もしくは全5、6です。ちょっと見てみましょう。
花火こうやって、台盤ありますね。花火これ花火のマットブラック花火、まあ、あのホワイト本当はホワイトなんですけど、そう白夜パネルです。これこうやって今日の、合算の何データ171分の1でスランプブラックを見てるんです、うん、でこういう風に見えてで次の台同じ、同じですね23回の23回、140もうこんだけ打ってたらで、昼間僕らが打った時にお客さんがカウントしてるの知ってるんですよ。で、カウントしてる人がここまで粘ってたんだったら低設定はないだろう、まあ、子役の数値がいいとかそういうのがあるんで、で、グラフも花火荒いって言われてますけどやっぱりしっかりプラスで終わってる。3代目もそうですよ。3代目ビッグ35だよ。そう、ちょ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 35回引いてる。そうでしょ。これひどくない？これずるくない？これ花火、これ花火今なんか唾吐きそうになる口の動き。ちょっとやめてちょっといい、一回一回明日は俺絆は絶対6使ってくんじゃないかな。じゃあ私スペシャルですよ。スペシャルみのりさん、みのりさん今回だってあの谷間いっぱい出してるわけじゃないですか。あ、そういうことか。意図的にみのりさんもスペシャルだって気使って谷間出してるんです。スペシャルだからと思ってみんなもドキドキしたろ。意図的だからな、うん、これは意図的。あ、なんか取れた。そうか、マイクはい、OK。 うん、だからお店もその谷間に応えるんじゃないかなと思う。よっ、やれることはやります。いや、そうです。とりあえず明日はスペシャルな2日目にふさわしいような内容で終わらせられるように、僕はなるべくガチガチの、まあ、これまでのニュー丸の内緑町店さんで味わってきた経験とか、ね、うん、使ってきた経験とか全て、うん、使って明日は必ず今日負けた5000万を取り返しますので、はい、そうですね、取り返します。も明日朝起きたらちゃんと幸せになってるから大丈夫、ちゃんと幸せにならないで、本当にお願いお願い、大丈夫だからお願い。まあまあそうでしょうよ、そうでしょうよと。取られましたね。取られましたけど、こっちマイナスで終わってる。じゃあこっちで。本当はそれの上げ狙いしたかったんだけどね。まあ、ひとまず第2候補でもないですけど、絆に座るっていうのが今日の第一目標だったんで、それは達成と。おてんば娘、あ、マジ絆なの？やはり。わあ、まどかに真っ先にいた人いる、一人。私もまどかに行きますけどね、昨日と全く同じ台で頑張ります。あ、私の当てたやつだな。私しか回してない昨日多分。お疲れ様でした。あれ間違えた。昨日お疲れ様でした。今日も頑張ります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。声が枯れてらっしゃいますけど大丈夫です。まあ、これもスペシャルですから、うん、これ含めたスペシャルですから、使いようがすごいです。すごいですね。頭がすごく痛いです。まあ、いつもの初日というかいつも通りの実践ですよね、今日こそ。昨日はあんまり二日酔いしなかったです。そうだ、うん、あ、やっぱりだから良くなかったのかなっていうのありますよ。関係なかった。いけますか。いけます。いけます。間の巻きいきますか。ちょっとあの何度かおえつとか漏らすと思いますけど、あの気にせず。縮みが、うん、
折れたんで、ちょっとスペシャルならではの事故が起きまして、あ、めっちゃ沈み、この人オルチニンを浴びました。なんかこれ私吐いたみたいじゃないですか。なってますよ。吐いたみたい。でも だとしてもおかしくない。むしろカモフラージュとして、うん、今ぬそれビシャビシャなの。ビシャビシャです、割と。相方がしじみかぶってる。まあ、まあ、乾く頃には多分いい匂い、いい匂いします。はい、そうですね、はい、しじみパワーで、はい、じゃあ頑張っていきたいと思います。さあ、バジリスク絆の374番台、これが6であることを祈りつつ打っていきましょう。広角スタートだとありがたいんですけどね。さあ、もう朝一一発目の BC から AT 入ってる台もありますからね。当たったな。え？おう、よしよし、まあでも結構かかっちゃったな。あ、OK。263ゲーム、青い色。心でいきます。これで、AT に入らず半月でもなかったらやめます。やめますか。まあ見切るなら今でしょう。昨日こっちの2台がもう合算が良かったもんね。ほらもうもろですよ。でもレギュラーはちょっと足んない感じしますけど、合算で見ると確実に高セット。ガックンとか聞けばな。いやでも聞かないはず。上げで上げでニューパル、やった、またニューパルが打てる。じゃあ行きます。邪魔だな。7枚役を数えつつですな。しかし基本的にですよ、僕普段やってる立ち回り、リスクを最小限に抑えるっていうリスクを最小限に抑えるっていう立ち回りをしているので、だから5000枚取り戻すってのはあんま実は向いてないんですよね。そういうそういうことしないのが心情でもないですけど、要は負けを取り返さないっていうのは僕は結構大事なことだと思ってるんで、本来であれば昨日5000枚負けた、よし忘れようというのがいいんですけど、スペシャルなんでね、そこはしょうがない。負けたこと忘れるのすごい上手いですよ。だって正直俺本当に昨日いくら負けたかもう覚えてないですもん。いくら負けたっけ。2人で10万ぐらい負けたの覚えてるんですけど、俺いくら負けたんだっけ。見りゃ分かるか。え8万円負けてますか。入れたな。
さあ何になろうかな。結構このこういうアクションが起きたらボーナスの可能性大なんですけど、あーいいね、ここに赤菜な、よし素晴らしい。あ、おいおい残念、97ゲームレギュラー。210ゲームで合算25、8分25回7麻薬当たってる、8分の1よりは悪いなこれもう右っていいやつだな。どうしようかね、背置き狙うか。これの背負うか、背負うかこれ。あ、打ってみよう。おてんば娘。お、強化。来た。当たる多分。よし、そうですね、あーようなケイトくん、もう一回ケイトくん、あー待って待っても緑まででも十分、まず演出です。当たった、まあ、まあ当たるでしょう。しまってほしい。でも、あ、京都さん、しまるっしょ。なんでしまんないの。あ、はい、はい、行こうなー、までしか、まあ、入るわけもなく、はい、122枚250、もうこれはこんな方がいい気がします。もう追加も6回見てるのに1回もマジタレ入んないので、台を探します。そのバカに、止まらなかった。86ゲームビッグボーナス追加投資2000円です。もうここで止めたかったな。おお、いいね、もちろん二角だし決戦ビッグでしょうよ。よ、あ、はい、63ゲームレギュラー。いやでもいいよ、いいよ、いいよ。お、え、あれ今ブルッこうなったよね、よそ見してたけど。わあ、こっからのリーチは難しいぞ。カエルカエルバーガーみたいな。いやー久しぶり、カエルカエルバー。よいしょ、これあれ
リプレイね。よし、59ゲームビッグボーナス。いやこれあるぞ本当に。お、待てよ。まあここだったらリーチ目なんだよな。無駄は省く。あーやっぱレギュラーか。はい、31ゲームレギュラー。いやいやいいぞいいぞ、マジで据え置きあるぞこれ。おてんば娘、まあ、私、高い島窓まぎで、まあ、レギュラーは当たったんですけど、それだけで、まあ、全然、マジタレにも入らないので、秘宝殿に移ってきております。多分、あと2ゲームだと思うけど、何かがどこかで間違っていなければ、あ、来た来た。よしよしよし。無事、前日からの、天井ですね。前日のやめゲーム。引き継ぎからの。343ゲーム。タッチボナス。投資が今全部で1万8000円です。ここに来て、ちょうど1万円使ったのか。日本に来て。よかったよかった。終わった。55枚。このまま頑張りましょう。偶数の方ですけど、ここだな。ないよね。ないんですよ。ちょっと待ってね。おお、でかい。引けた。ルビー引けました。追っかけです。おお、ゲット。いいね。調子いいよ。本当に狙えんじゃん。おうおうおうおお。ダメ。あ、やった。簡単。でもね、多分今ので落ちたのか。そうだね。よし。やったぜ。全然リーチ目じゃないけどいいな。こんなことを言っていたら、もらった。あ、20ってことは、多分、ってことはあるでしょ。なんかね、なんかあるでしょ。あ、逃げ切れきたよし、あー、なんで捕まんねえんだよ。あ、リノさん、何やってるんですか？これが捕まんなくてよ。どれですか？これが難しい、捕まらん。難しいな、捕まんねえんだよ、これが。それだったら僕、持ってますよ。持ってますよ。え？なんであるの？どこにあったの？近所のホールに置いてありました。え、マジで？じゃあ俺ちょっと取り行ってくるわ。そそくさ行くわ。行っちゃった。
それでは皆さんもフリーマガジンジャンバリ関東版近くのホールでゲットしてくださいね。